ハトマキシュおめでとう。やっぱり長い間 の努力の積み重ねだと思います。で、まあ、走ることに関しては彼下向きな面を持ってますんで、その結果がね、こういう大記録につながったんだと思います。非常に人当たりのいい人で、やっぱり誰からも好かれる性格だとは思います。そうですね、これからも体に気をつけて記録を伸ばすように頑張ってください。